YouTube 始めて5年750件ぐらい撮影してきましたけど、次々といいお店がオープンしますよね。それでは道案内、地下鉄阿倍野駅1番出口を出てレディー。はい、金村歯科を左。はい、到着。半地下酒場酒蔵さんです。150周年を迎えた滋賀にある竹内酒造の直売所こと酒蔵さん、開店2ヶ月で酒飲みがこぞって集まる人気店に。あれ、結構空いてる？今空いてる席も全部予約で埋まってるらしいです。今回は予約の方が買える1時間までだったら撮影 OK いただいたので、1時間でしっかり楽しみます。最初はドリンクをお伺いしたいと思います。こだわり酒場のレモンサワーメガです。こちら竹内酒造さんの日本酒はグラス200円から飲むことができます。ドリンク何見ても安い。そうですよね。やりづらいですよね。楽しいって言ってくれた。撮影メガネ。ありがとうございます。それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。こだわり酒場のこの容器はいつも手が凍傷しそうになる。料理はとりあえずこちらから3品注文。まず2品やってきました。1品目、大根の皮のかき醤油漬け280円。280円でそんなわけないやん。おお、これは見るからにお酒に合いそうだ。苦みのありそうな大根の皮がかき醤油で甘くなってる。大抵大根の皮はかつらむきしてポイしてましたけど、こうやって使ったんやな。はい、外観の雰囲気からだと格子あるのかなと思ってたんですけど、格子がないみたいです。嬉しいね。こちらがマスカルポーネおかか750円。うわ、ほんまにティラミスの下みたいですね。マスカルポーネなので洋風な味かと思いきや、おかかをかけることで和洋両方楽しめるというような、まさにマスカルポーネのお手焼きどうです。おー、ありがとうございます。めちゃくちゃ熱いんで気をつけてください。地獄みたいにグツグツしてます。この木綿豆腐をカットして分かったこと、相当これは下準備で煮込んでますね。てか今日食べてるものほぼ白茶色、茶色いもの大体酒に合う。めちゃくちゃ旬でたんですけど、はい、結構下準備でちょうどこれですね。今日の朝から砂糖を多めにして甘めにしてる太一寄りの感じですね。赤味噌と砂糖を多めで使ってる感じですね。6時に来ても、はい、予約で埋まってると思ってたじゃないですか。今日は結構金土は多分もう本土予約で埋まってたり、夕方以降の場合は予約しといた方がいいです。そうですね、なるべく予約していただけた方が。儲かってますね。僕がやったらあかんっすね。素直な方がいいですなのでちょっと電波が悪めなんですけど、フリー Wi-Fi 用意されてます。今日上げる動画の今サムネ作ってて更新されなくてちょっと困ってたんですよ。無事 Wi-Fi がつながりました。ちゃんと公開予約ができました。次お肉いきますよ。土手焼き豆豆腐のだしはめちゃくちゃ濃厚なので、これをお米にかけて食べたい。はいって言ってくれました。店内どんどんお席が埋まってきました。こんな感じで店内大盛況。メニュー見てたら裏もありました。気づかなかった。しなりホルモン焼きニンニクとかめっちゃ書いてありますね。うちかす汁が好きなんですけど、大抵どこのお店も冬しか置いてなくて、こちらでは年中かす汁を置いてらっしゃるみたいなんで、締めにかす汁いただきます。ありがとうございます。かす汁のかすは牛の酒蔵のこの滋賀の竹内酒造の酒かすを使ったものになっているので、他では食べれない。そうですね、ここだけですね。ここと梅田と宮の3店舗のみです。かす汁の具美味しすぎて、目はこっちがトマト多いなんでね。すごい鮭も入ってる。お母さんがよくかす汁は作るんですけど、お母さんは京都出身で鮭入れるんですけど、お父さんは鮭入れるのすごい嫌で、いつも鮭入りと鮭なしのお母さんを作ってました。皆さんはかす汁に鮭は入れるか？すごいいろんな食材の味とかす汁の味が甘く感じますね。かす汁のゴロッと具材がたくさん入ってるので、お酒の味って感じです。前からみんな出てきてるね。何かを鮭がたっぷり入ってるんですよね。お願いします。鍋で散してテイクアウトしたいぐらい美味しい。私以外の他のお客様にも食べていただきたいので、急いで食べます。ごちそうさまでした。1杯で2343円です。酒蔵阿部の店、皆様お待ちしてます。本日は大阪阿部野にある半地下酒場酒蔵阿部野店さんに行ってきました。お酒安い、料理おいしい、接客めっちゃいい、この三拍子が揃ってます。ぜひ皆様念のため予約してから行くことをおすすめします。竹内酒造直売所竹内酒造直売所、おおうまく言えた。酒蔵阿部野店さん、ぜひ皆様行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。酒蔵さんでハイボールとサワー何杯飲んでも150円、メガワー290円。飲みたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしく酒蔵。木綿豆腐に濃厚そうな肉豆腐、もう何回やってもこれマジかもね。いや皆さんも言ってください。竹内酒造直売所。